12月26日某時刻留置所面会室。迷いちゃん、あ、なるほどくん大丈夫だったみたいだね。三剣健児、よかったよ。迷いちゃんのおかげだよ。本当に迷いちゃんのおかげだよ。よかった。なんであんなことしたんだよ。わからない。でも私何かしなくちゃって思って。そりゃ私はお姉ちゃんじゃないけど、ごめんなさい。まあおかげで助かったんだけどさ、もう無茶しないでくれよ。うんよかったよ。取り調べとか受けたの？うん、まだ。さっき伊藤の子さんが来たんだよ。初犯だし取り調べが済んだら出られるっすだって。あー、よかった。あ、それと保釈金を用意しとくっすって言ってたんだけど。なるほどくん、払っといてね。甘んじて払おう。やれやれ。いくら？わかんない。後で請求書が来るんじゃないかな。そんな感じなの？保釈金か。なぜか高そうなイメージがあるな。いくらぐらいすんだろうね、保釈金って。千尋さんはどう？それが全然通じないの。必死で頑張ったのに、もうどうしていいかわかんない。霊力が弱まっちゃってんのかね、本当に。やっぱり修行を休んでたのがまずかったのかな。こっちはこっちで深刻だな。今度近所に滝がないか調べてみるか。滝探してたもんな、殿様の時に。お姉ちゃんもう会えないのかな。そんなこと言うなって。っていうかでも下ろしてる時って自分の意識ないんじゃないのかね。会えないのかなっていう表現もどうかなと思うけど、まあとりあえずじゃあいろいろ行ってみましょう。誰もいないとこの事務所静かだな。そうだ、早く迷いちゃんを出してあげないと。うん、とりあえず隣だけ見とくか。今日も向かいのホテルは大繁盛。今度支店を出す。あ、この日のやつはもう聞いてるからいいや。そしたらどうしようかな。ひょうたんこから行ってみようか。昨日ほどはではないけど、今日も警官の姿が見える。糸の子刑事も来てるかもしれないな。糸の子さんいるかな。じゃあ公園広場。今日はやはりのやつ来てないな。かずみさんと金のかかるデートでもしてるのかな。金のかかるデート、失礼な。夏美さんいるかな。ひょうたん森。あ、糸の子さんだ。あ、糸の子刑事。おお、今日の法廷はそのどうしました。いや、お見事でしたというほど鮮やかでもなく、とはいえ一応検事を助けてくれているし、なんと俺をすればいいか言葉に詰まったっす。まあわかる。明日の裁判、糸の子刑事、カルマ検事、明日はどういう作戦で。どうやらもう一人の目撃証人を立てるらしいっす。夏美さん以外のやつか。そういえば今日の法廷で目撃者は二人いたのだ。言ってたね、とか言ってましたっけ。で、どういう証人なんですか。すまないっすが、さすがにその情報は漏らせないっす。そういえば三剣健児ですけど、なんすか。彼地震が苦手なんですか。聞いたことなかったんですけど。三剣健児は自分の話はほとんどしないっす。うん、でもこれだけは間違いないっす。あの人があんなに犯罪を憎むようになったものも、健児になることを決めたのも、そして地震を死ぬほど怖がるようになったのも、全てはあの事件がきっかけになってるっす。 DL6 号事件ですか。そうっす。15年前、ケンジは目の前でお父さんを。あの人は今でも苦しんでいるっす。うちのっていうのなんかちょっといいな。うちの綾里迷いのことなんですけど、あれ、まだ保釈されてないっす。おかしいっすね。調書を取ったらすぐ帰らせるように言ったっすが、でも今日は彼女のおかげで助かったっすね。係官に破壊締めにされて引きずり出される彼女を見て、自分は正直涙が止まらなかったっす。わかるよ。わかるよ、糸の子。糸の子さん、三剣健児も感動して唇を震わせていたっす。本当ですか、あの三剣が。健児は本当に感謝してたっす。では自分は一度署に戻るっす。真由さんの調書を取ってすぐに保釈の手続きをするっす。すみません、お願いします。あ、そうだ、その保釈金っていくらぐらいなんですか。心配いらねっす。保釈金は全額三剣健児が支払うっす。本当っすか。三剣が言ったはずっす。健児は彼女に感謝してるっす。じゃあ後で彼女を迎えに来るっす。三剣金持ってそうだよな。なんか三剣、今月の家賃も全額支払ってくれ。あそこ割と良さそうな土地だからな。金結構かかりそう。お、
糸の子さんいないみたいだな。糸の子なら今日も現場に行ってるよ。あれ、すれ違っちゃったな。え、あ、そうなんですか。あいつもバカだよ。捜査方針に逆らって課長と大喧嘩しちゃってさ。ああ、捜査方針。やっぱり三剣の容疑を固めようという方向だろうな。ああ、なるほどね。課長怒ってんの？課長さんだろ。パソコンの画面を食い入るように見つめている。何？この局面で飛車を取られるとは。インターネットで将棋を指していた。警察それやっていいの？何や、一人でブツブツつぶやいてる。待て、早まるな。死んじゃおしまいだぞ。俺に聞かせてくれよ。なぜ飛び降りようとするんだ。崖際での攻防を練習している。自殺志願者の説得をイメージトレーニングしているようだ。お、留置場。あ、なるほどくん、やっと来てくれたよ。さっき手続きが終わったからもう帰っていいって。あ、よかったよかった。お勤めご苦労様。聞いて聞いて、取り調べの人ひどいんだよ。今度は何やったの？だって。私何もやったことないのに。確かに、まあ一回入ったことあるからな、馴染みの顔なんだろうな。出られたんだしいいだろ。うー、あ、そういえば保釈金ありがとね。お礼なら三剣にいなよ。え、あいつが払ってくれたんだよ。まよいちゃんに感謝してるってさ。三剣さんが。よし、頑張ろうね。なるほどくん、絶対助けてあげるんだから。いいね。相談する。この場所で相談すんの。これから手がかり少ないもんね。公園に行ってヒョッシーでも探そうか。冗談なのに。でも何かあるとしたらあの公園しかないもんな。行ってみようか。うん。何か気づいたことある？留置所にいて思ったんだけど、結構ここあったかくていいね。綺麗だし。そういうことを聞いたんじゃないんだ。でもなんかもう自らね、なんか刑務所気に入っちゃって自ら刑務所に入る人間がいるみたいなのをどっかで見たことがあるよ。千尋さんのこともあるし、そっとしておくか。じゃあとりあえず公園行ってみましょう。お、今日は警察の人あんまりいないね。三剣検事の証拠固めをしてるんじゃないかな。よ、あんたら。お、夏美さん、あんた今日はやってくれたな。お前もやってくれただろ。お前嘘つきやがってよ。何ですか、なんか文句でも。逆や、うちちょっと反省してるよ。あー、えらい。証人になってなるってほんま責任重大なんやな。それやのにうち浮かれていい加減なこと言うてもうて。夏美さんってな、うち罪滅ぼしがしたいね。あ、いい、夏美さん優しい。罪滅ぼし、話を聞いてみよう。どうでした、法廷は。正直な話、うち面白半分やったんや。いや、実際事件を見たつもりでいたんやけどな、見てないもんまで見たと思い込んでしまったんやな。あんたには迷惑かけたな。難しいですよね、記憶って曖昧だ。まあそうね、確かに人の記憶って曖昧なんだよな。うん、いい勉強させてもらったわ。今度殺人を目撃した時はもう大丈夫や。そうですよね、僕は目撃したくないぞ。したいわけねえんだよな。ヒョッシーの方はどうするんですか。そりゃ今日の法廷でヒョッシーはまた注目を集めたわけやん。なんとしてもこのうちが救うしたるね。諦めてねえのかよ。夏美さんかっこいい。私もなろうかな、スクープカメラマン。まず霊媒師の方をなんとかしろって絶対言うなよ。気にしてんだから。夏美さん、罪滅ぼしって。そりゃあのな、うち実は情報があんねん。カルマのおっさんに口止めされてたんやけどな。どんな情報なんですか。そりゃそこであんたらと取引しよう言うわけや。え、取引。罪滅ぼしをするんでしたよね。そうや、罪滅ぼしするために取引するんや。罪滅ぼしの意識がなかったら取引すらしてくれないのかこいつ。なんや、情報は高いねんで。ただなんて真っ平や。うー、こら、そこ、あら、関西人ってケチですねみたいな顔して言うとけど、関西人はケチちゃうで。うちが個人的にケチなだけや。関西の人これ好きだよな。うちと取引するんか。どうするの。なるほどくん、まあ取引するか。他に手がかりがないんだ、仕方ないな。わかりました、いくらですか。ん、あ、アホ言うたらかん。いくらうちでも金は取らへん。ほんと。情報と取引するにはやっぱり情報や。ええか、あんたらがうちにしてくれるのはヒョッシーに関する情報や。ああ、ヒョッシーですか。そんな、いないかもしれないのに。いないならいないという証拠を持ってき。うへえ。ほな、うちは車の中で張り込みしてるから、何か見つけて絶対来るんやで。ええな。はい、あ、ほら。
よし、なるほどくん、探すよ。探すって、まさか、ヒョッシーに決まってるでしょ。ミツルギはどうするんだよ。ミツルギさんのためにヒョッシーを探す。なんか、ウィンウィンみたいな顔してるな。どうすればいいんだ？探し物の専門家に意見を聞いてみるか。ああ、じゃあ、あれか。糸の子さんかな？そうすると。いるかな？いた！おお、あんたっすか。どうしたっすか？難しい顔をして。まさかまたミツルギ検事に不利なことを。またはないでしょ。まあ、とにかくそこに座るっす。金のこと以外なら相談に乗るっす。金持ってなさそうだよな。話聞いてみようか。捜査のこと。捜査の方はどうですか？どうもこうもないっす。これからまた捜査会議があるっすが、ミツルギ検事の動機を裏付ける捜査の話だけっす。動機ですか。ミツルギ検事のお父さんが亡くなった DL65 事件で、その容疑者を無罪にしたのが、被害者の生倉弁護士。じゃあもう動機としては完璧なんじゃないの。ミツルギは生倉弁護士に復讐をした。そんな結論になると思うっす。ミツルギは過去を語ろうとしない。明日は無理やりその話が法廷で暴かれるわけか。ミツルギさん、まあ動機が本当にあるかどうかだよな。正直なところこれは痛いっす。糸の子刑事さん、ヒョッシーって知ってますか？ああ、ひょうたんこで誰かが見たとか言う。私たち今それを探してるんですよ。何をやっとるっすか。そんなもん探す暇があったら、付近の聞き込みでもしたらどうっすか。こもっともなんだよな。糸の子さん、怖い。あ、泣かせた。僕は夏美さんの取引のことを糸の子刑事に話した。なるほどくん、もっと早く話してよ。ごめん。そうだったっすか。怒鳴ってすまなかったっす。わかったっす。この糸の子、いや、警視庁がヒョッシー探しに協力するっす。マジで警視庁を背負っていいの。最新の捜査用の秘密兵器を特別に貸すっす。お、本当ですか。どれでも好きなのを持っていくといいっす。道具を借りる。じゃあ、早速貸してくださいよ。まあまあ、慌ててちゃダメっす。まず秘密兵器を紹介するっす。では紹介するっす。警視庁の誇る最新鋭の兵器たち。秘密道具その1、ミサイル。やばすぎ！ミサイル？ただいま訓練中のバリバリの警察犬っす。ミサイル、ミサイル。おいで、おいで。かわいいミサイル。ちなみにこれ、同じ監督さんの別作品でもミサイルっていう名前のワンちゃんが出てくるんですよね。かわいいんですよ、それも。こいつっす。キャー、かわいい。なるほどくん、かわいいよ。確かにかわいいが、これで何をしろというんだ。あ、かわいいミサイル。次、秘密兵器その2、釣り竿。これっす。自分の私物っす。糸の子刑事、相手は怪獣ですよ。そうっすよ。釣れるわけないじゃないですか。そんなのやってみなきゃ分からねえっす。次が最後っす。もう最後かよ。秘密兵器その3、金属探知機。あ、なんか一番現実的っぽいけどな。これっす。糸の子刑事、相手は生物ですよ。そうっすよ。よりによってどうして金属探知機なんですか。空き缶とか食べてるかもしれないっす。確かに。さあ、どれにするっす。迷っちゃうね、なるほどくん。確かにものすごく迷わせるラインナップだな。仕方ない。とりあえず借りてみるか。じゃあ、ミサイル借りてみよう。じゃあ、そのミサイルを貸してください。わかったっす。可愛がってほしいっす。よし、行くぞ、ミサイル。キャーキャー、可愛い。やれやれ。糸の子刑事からミサイルを借りた。とっても可愛い。つぶらな瞳が売り。可愛い。じゃあ、これでちょっと。見てみようか。別の道具も貸してもらえた気がするんだよな、確か。なんだ。某時刻、ひょうたんこ広場。なんだありゃ。殿様だよね。よう、迷いちゃん。おい、やはり、なんであれ。ちなみにこのやはり初めて見るかと思うんですけど、これがやはりのデフォルトです。いや、かずみだよ、かずみ。俺の彼女。これ置いとくとインパクトあるし、売り上げがあって。登りと一緒にプレゼントしてくれたんだ。めちゃくちゃすごい優秀な技術者だよね。すごーい。かずみさんって何でもできるんですね。彼女、顔が広いからさ。あの番組終わったらしくて、タダでもらってきたんだとさ。顔広いな。プロデューサーとズブズブそうだな。はい。あのね、なるほどくん。ん？なんかさっきからミサイルの様子が変なの。え？ミサイル。ああ、頼りなさそうな小動物。なんちゅうこと言うんだ。お、俺、子犬って大好きなんだよな。よしよし。ガラララ。どうしたの、ミサイル。
わわ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 、ギャー、ミサイル、ミサイル、ワク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 、わ、やめろやめろ、俺の殿様んじゅうが。俺の殿様んじゅうが、すごい、全部食べちゃった。お腹めちゃくちゃ減ってたのか。ごめんな、やはり。ごめんで済むか。ははごめんで済ますけどな。三剣のこと。おい、なるほど。三剣はどうなったんだよ。今日の法廷はなんとか逃げ切ったみたいだけど、まだ何とも言えないな。ねえねえ、知ってました？三剣検事って地震が苦手なんですよ。子供みたいですよね。ん？おかしいな。昔はそんなことなかったけどな。あれ、そうなんですか。まあ、あいつとの付き合い1年ぐらいだからな。すぐに転校していっちまったから。転校。 DL65 事件が起こったからだ。やはりもあの事件のことは知らないみたいだな。背後の殿様。おい、やはりあの目障りな代物はいつから。ああ、あのでかいやつか。そうだな、もう1ヶ月ぐらいになるかな。子供たちには結構受けがいいんだぜ。じゃあなんで昨日はなかったんだ。いや、そのコンプレッサーが壊れちまってさ。あ、空気入れるやつだね。これ屋台の横にあるだろ、小さな機械が。うん、あれを使って空気を入れるんだけどさ、ちょっと前に壊れちまって修理に出してたんだよ。なんだ、やっぱりさんが膨らませたんじゃないんだ。すさまじい息がいるよ。これミサイル突きつけたりできんのかな。暗い。やっぱりさん、ほら、ミサイル。かわいいでしょ。その犬を近づけるな。親方になんて言えばいいんだよ。今時饅頭屋で親方っていうのも風情があっていいね。なるほどくん。まゆちゃん、ちょっとはすみませんっぽい顔した方がいいよ。はーい。弁償する気はない。俺の饅頭よ。別のとこ行ってみようか。貸し棒と山へとか。ここっていつも静かだね。ボート屋さんやってないのかな。湖で殺人があったわけだから、しばらく休むんじゃないかな。なるほど。ああ、これはミサイルは特になんもなさそうだね。森に来てみたよ。お、あんたら、どうや、ヒョッシーのことなんかわかったんか。まだ見つからないんですよ。気合い入れなあかんで、この辺夜は冷え込むからな。そういえば寒いですね。あ、くしゃみが、あかん、くしゃみはあかんで、ハクション。またフィルム代払わされんのかよ。こら、くしゃみはあかん言うたら。自動車ってのは破裂音の設定を少し緩めたんや。今カメラはカルマケンジの指パッチンにも反応するんや。敏感すぎ。うー、すみません。どうしてくれんやフィルム。なるほどくん、払っといて。とほほ。うちな、今日の裁判でつくづく思い知ったんや。ええ加減な気持ちで証言したらあかんねんなって。だからもうあの事件のことは喋らんことに決めたんや。へえ。いやいや、この事件について何か情報があるって言ってましたよね。それを教えてくださいよ。だからそれはヒョッシーの情報と引き換えや。ヒョッシーな。もしヨッシーがいなかったらどうするんですか。スクープカメラマンやめる。いやな、うち実は今まで1枚しか撮ったことがないんや。え、スクープ写真ですか。せや、 UFO の写真、 UFO の写真を撮ったの。すげえな、すごいニッチな雑誌にしか売れなそう。だからな、今回もしヨッシーが撮れんかったらきっぱりやめるんや。そして大学に戻る。あ、大学生は大学生なんだ。え、夏美さん本当に大学生なんですか。まあな、休学中や。休学してカメラマンやるのもすごいな。ミサイル突き詰めてみようぜ。ミサイル暗い。夏美さんほら、お、かわいいな、あんたの子かいな。警察犬なんですよ、ミサイルっていうの。へえ、でも警察犬ってなんかの匂いを追いかけるもんやろ。ヒョッシーってどんな匂いやなんや。そこまでは考えてなかったな。ミサイルじゃないやつ借りてみようか。糸の子さん、他の道具貸してくれますか。お、いいっすよ。でもさっき貸したやつは返してもらうっすからね。じゃあ選ぶっす。どれにするっす。じゃあ釣り竿を借りてみようか。じゃあそのボロっちい釣り竿を借ります。コイキングしか釣れなそう。わかったっす。
ああ、もし折れたらちゃんとゴミ捨て場に捨てるっすよ。はい。糸の子の私物、釣られる魚がかわいそうなほどの安物。確かに竹みたいなやつでできてないか。すげえな。移動で、じゃあひょうたんこ行って、ひょうたんこの、公園に行ってみようか。これ突きつけて行けたりできんのかな。この湖魚はほとんど釣れないぜ。雑魚に用はないんだよ。私の獲物はズバリヒョッシーだからね。本気で釣るつもりなのか。ミツルギさんを助けるためだよ。泣かせるな、いろんな意味で。釣れるのかな。移動、カシボート屋どこで、あ、使えないな。そしたら夏美さんのとこ行ってみようか。あ、なんか変わったぞ。む、この辺りは絶好のポイントだよ。なるほどくん。な、何が。いよいよこいつの出番だね。本気だよ。あのさ、餌はどうするの。あ、あじゃないだろ。ううやれやれ、こんなことならミサイルも一緒に借りてくれよかったな。バカ野郎、ミサイル餌にしようとした。ショック。なるほどくん、なんてことを。冗談に決まってるだろ。もう言っていいことと悪いことがあるよ。そうだぞ。このご、パンチされた。このご時世まずいよ。じゃあ見ててね、なるほどくん。この角度の迷いちゃんかわいい。頼むから空き缶と長靴だけは引っ掛けるなよ。せーの、キャッ、あ、足がどさ。カシャカシャカシャ。こら、何してくれとんねん。ごめんなさい。あんたフィルム屋の回しもんか。フィルム屋の娘かもしれん。払っといて。やれやれ。釣れなかったのか結局。待っててくださいね夏美さん。これでヒョッシーを、その釣り屋ザオでか。そうです。うーん、そりゃ思いつかんかった。期待しとるで。はい。地獄みたいなやり取りしてる。金属探知機借りてみるか。じゃあその金属探知機お願いできますか。わかったっす。こんな素人で、こんな代物で何を探すのやら。相手は怪獣っす。常識は捨てるっす。よし、金属探知機手に入れたぞ。まあ一番強そうだもんな。あ、秘密兵器コンプとかいう謎の実績を解除したぞ。じゃあ行ってみようか。公園行って、じゃあまずは広場だね。突きつけてみるか、一応。悪いな、なるほど。孤独なまんじゅうりには何のことかわかんねえよ。ダメか。移動するで、そしたら、かしごと前。あ、聞いてる聞いてる聞いてる。なるほどくん、反応してるよ、金属探知機が。近所迷惑な探知機だな。クソでかいな、確かに音が。どうやら奥の茂みに反応してるようだ。これ左、ここにさ、なんか手パコってはめて調べる感じのやつなのかな。ちょっと見てきて。なんで私が。何が出てくるか。ヒョッシー出るかな。なるほどくん、こんなものが。あ、それってボンベだよな。線の部分が壊れてるみたいだ。ヒョッシーじゃなかったね。いいかい、まゆちゃん。まずヒョッシーは茂みにはいないんだ。そしてヒョッシーは金属探知機には反応しないよ。うう、ん、このボンベ何かが絡みついているな。万国旗、一応拾っておこうか、せっかくだし。重いな。すげえ重いだろこれ。ずっと持ち歩くの。なんか見覚えがあるな。どれどれ。ねえ、見たことあるね。なんだよ、ボンベか。それがどうかしたか。やはりこのボンベだけど、見覚えがないか。見覚えないか、このボンベ。え、いや知らねえぞ俺は。この寒いのにダイビングなんかしないって。あ、そういう発想なんだ。目が泳いでるぞ。もっと追求してみた方が良さそうだな。話できるかな。あ、違うな。もう一回突きつけるか。なんだよ、ボンベか。やはりこのボンベだけど、お前のじゃないか。このボンベ、お前のじゃないか。なんでだよ。ほら、ボンベの線のところ、バンクッキーが絡まってるだろ。後ろの殿様のバンクッキーと似てるからさ。ここの BGM ふざけてていいよな。偶然だろ。万国旗なんかどこにでもあるからな。ほれ、小学校とか中学校とか。第一、ボンベなんか俺が何に使ってんだよ。
何かを膨らませた。お前これを使って膨らませたんじゃないのか。な、何をだよ。決まってるだろ、後ろで威張ってるあの殿様んだよ。そんなことを聞いてどうしようってんだよ。どうやら図星らしいな。まあな、実はさ、いつも使ってるコンプレッサーが壊れちまってよ。一回試しに使ってみたんだけどダメ、うまくいかなかったよ。やっぱりそうだったのか。さらに詳しく突き詰めてみよう。うまくいかなかった。まあな、その話もっと詳しく聞かせてくれないか。なんでよ、実はこの話あんまりしたくないんだよな。聞きたい。わかったよ。いやな、さっきも言ったけどコンプレッサーが壊れたからさ、ボンベの空気で膨らまそうとしてみたわけよ。ところがパン、あ、すさまじい飛び方してる。すげえ音がして線が弾け飛んじまってさ、ボンベのやつロケットみたいにシュポーンってシワシワの殿様にくっつけて飛んでいっちまったんだよ。そりゃすげえ音がして俺もビビっちまったよ。飛んだボンベ、殿様をくっつけたボンベが飛んだのは分かったんですけど、それからどうなったんですか。あれが起こったのが20日頃でさ、20日、今から1週間前か。どうもボンベのやつ湖の方へ飛んでいったみたいだから、それから毎晩ボートで必死に探したんだよ。なんたって和美がくれた愛の殿様だからな。で、いつ見つけたんですか。ああ、やっと一昨日の夜さ。いたな。すげえ遠くまで飛んでたよ。探すのに4日もかかっちまった。一昨日の夜って事件があった夜じゃないか。ごめんな、なるほど。事件の夜、実は俺ここにいたんだよ。でもな、俺12時より前に帰っちまったから。みな、湖で事件があったことは知らないんですか。まあね。残念。でもさ、どうやら厄介な謎が一つ解決したみたいだな。厄介な謎？報告しに行くか、彼女に。まあそういうことらしいですね。もう勘のいい方々はお分かりかと思いますが、夏美さんとヒョッシーについて。どうや兄ちゃん、うちは待っとんねんで、あんたの情報をな。どうやヒョッシー見つかりそうな。ヒョッシーはいません。夏美さんいないんですよ、ヒョッシーなんてね。何やって本当なの。なるほどくん、どうしてや、証拠でもあるんか。ヒョッシーがいないという証拠はあります。もちろんあります。弁護士は証拠なしには結論は出せませんから。ヒョッシーがいないという証拠はこれなんですね。くらえ、ヤハリさんのボンベ。なんやそのボンベは。これがヒョッシーです。はどういうことの。なるほどくん、この近くにまんじゅう屋の屋台があるんですよ。そこには空気で膨らませた大きな人形があるんです。1週間前ちょうどちょっとドジなやつがボンベでそれに空気を、ボンベの線は破裂し、湖の方へ飛んでいきました。パーンという破裂音とともにね。破裂音。ボンベはシワシワの人形をつけたまま湖に着水しました。この瞬間、殿様、偶然湖のほとりで写真を撮ったカップルがいたんです。それがこの写真です。じゃあヒョッシーの正体はしぼんだ殿様だったの。悲しそうすぎる。うちの夢もしぼんだわ。すみません夏美さん、わかったわ、あんたの勝ちや。約束通り情報を聞かせてやるで。夏美さんちょっとかわいそう。別にいいだろ。じゃあ夏美さんの知ってる情報を教えてください。しゃあないな、約束やし。警察で聞いた話やけど、明日の検察の証人な、この先にある貸ボート屋の管理人らしいで。貸ボート屋、新しい登場人物だね。あそこ人がいたんですか。おっさんが一人住んでるんや。調べてみたらええんちゃう。ありがとう夏美さん。ほら行こうよ。なるほどくん、ちょっと待ち、まだ何かあるんですか。事件のあった晩やけどな、うちのカメラ2回作動してたんや。2回音がしたんだね、つまり。じゃあこの写真以外にもう1回撮影を。まあな、ただ湖には何も映っとらん、何の証拠にもならん思うて今まで出さんかったんやけど、何がどういう証拠になるかわからんからな。あ、だいぶ分かってきてくれたね。これ持ってき。
他の何も映ってない12月24日午後11時50分に自動撮影。ほなうち荷物片付けて帰るさかい。夏美さんも行っちゃうのか、ちょっと寂しいね。まあ大阪の大学なんかね、かわいそう。やはりのせいだ。あいつの伝説は未だ健在だったな。伝説？やはりの関係者はみんなこの言葉を思い知る運命なんだよ。事件の陰にやっぱりやはりってね。ちょっぴり迷惑かも。ちょっぴりどころじゃないんだよな。そしたら貸しボート屋さんのとこ行ってみようか。ねえねえ、なるほどくん。夏美さんが言ってたのはあそこのボート屋さんだよね。そうだね。でも人の気配なんかしないぞ。ま、とにかく行ってみようよ。じゃあ移動する。管理小屋内。勝手に入っていいのかな？おー、金目鯛、メバル、カレイ、アンコウ、魔剣伝説。なんて書いてあるかわかんねえ、こいつだけ。めぐみ、ん？キャッ、それにユキヒロじゃないか。お前たち今までどこに心配かけおって。なるほどくん。ささ、どうぞ。いやいや、ここは迷いちゃんが。めぐみや、はい。やっと決心してくれたかい？はい？この蕎麦屋ついてくれるんか？やべえよ、やべえよ、蕎麦屋。そうか、そうか。父さん、安心したぞ。お前たち、兄弟揃って出てっちまった時は、どうやってのれんを守っていこうかと。さゆりさん、二人が戻ってきたよ。おはよう、おはよう。なるほどくん、今の。オウムだよ、泊まり木にいるやつ。ゆきひろや。はい。長寿庵ののれんはお前に任せたぞ。長寿庵って名前のそば屋5000個ぐらいあるよな。なるほどくん、長寿庵って何？今までの情報から推理すると多分そば屋の名前だろう。さゆりさん、もう安心だな。おはよう、おはよう。そうか、そうか。グー。寝ちゃった。安心してみたいだ。話すか。そば屋、グー。は、起きた。お蕎麦屋さんって、じいさんの代から受け継いだ長寿庵ののれんも、やっとお前たちに渡すことができるの。めぐみや。はい。明日からみっちり、見返りの極意を叩き込んでやるからな。見返り？ゆきひろも。はい。お前も立派な板前になるんだぞ。板前っていうの？お寿司屋さんじゃ、そうだよね、お寿司屋さんだよな。めぐみ！はい。板前といえば蕎麦を打つ職人のことに決まっておるだろ。そうなんだ。そうですよね。そうに決まってますよ。なるほどくん。ん？いつまで続けるの？この不毛な親子ごっこ。このおじさんは事件のことを何か知ってるはずだ。それを聞き出すまではまだ帰れないぞ。貸しボート屋。グー。昔だよな。花ちょうちんって作ってる人が俺リアルで見たことないな。なんか水曜日のダウンタウンで検証しそう。ここ貸しボート屋ですよね。何を言っとる。ここはそばの老舗長寿庵だよ。なんか知らんが最近の客はそばも注文しないで元に乗りたいんですけどなんて言いやがるからな。仕方なくボートも置いてあるんだよ。全くわけわからんな。本当わけわかりませんね。なるほどくん、ダメだよこりゃ。でもこのおじさん明日の法廷の証人なんだろ。事件について何か情報を引き出しておかないと。なんかしら、まあ、調べてみようか。わあ、立派なオウムだな。おはよう。こんにちは。無視された。グー。パティン。忘れたのか、めぐみ。まず名前を呼ばないと。名前？さゆりさん、どうだい、最近。おはよう、おはよう。な、さゆりさんって言えばいいんだね。さゆりさんって言うんだ。オウムのデータを法廷記録にファイルした。名前はさゆりさん。でもおはようだけじゃつまんないね。ほっほっほ。さゆりさんはいろんなことをしゃべるぞ。それには合言葉が必要なんだな。合言葉？他に。やっぱり冬はこたつだね。あ、そうだ。うちの事務所にも置こうか。依頼人とみかんでも食べながら、そんな悠長なことしてる。殺人事件の話をするのか。もうなんでそう夢のないこと言うかな。これなんだ。あ、かわいい金庫だ。どれどれ。鍵がかかってる。開けようとしてる。これは釣り竿？高そうな釣り竿。
これは。へえ、いろんな魚がいるんだね、ひょうたんこって。魚釣れないって言ってたけどな。なんか変だよ、ナルト君。てかこれ全部海の魚じゃない？これって海の魚ばっかり。確かに。キッチンだ、綺麗に片付いてる。見た目によらずきちんとした性格の人らしい。そりゃそうだよ、なるほどくん。なんたってお蕎麦屋さんなんだからね。蕎麦作れそうな感じはしないけどな。なんか突きつけてみようか。こんなものでもどう？グー。ダメそうだなこれ。そんなもんより幸宏、2人で約束した究極の変わりそばを早く完成させような。レインボーサバの最後の一色、インディゴブルー。染めるな、インディゴに。まいたな、他のものを突きつけてみるか。なんかあるかな。あ、弁護士バッジ反応したぞ。ダメかと思った。弁護士バッジ、あ、はい。バッジだけ見て弁護士だってわかるなんて、このおじさんが初めてだぞ。確かに。わかったぞ。ん？さてはお前、幸宏じゃないな。なるほどくん、とりあえず誤解を解くチャンスだよ。おじさん、僕は幸宏じゃありません。ちなみに私もめぐみちゃんじゃありませんから。僕たち湖で起こった殺人事件を調べているんです。協力してください。そうだったのか、弁護士。おじさんお願い。わかった、協力するよ。お、ただし一つだけ条件がある。何ですか？その事件が解決したら長寿庵ののれんを継ぐと約束してくれ。そんなことはできねえ。そんな約束はできません。この親不孝者め。ふん、協力なんか、あ、しまった、へそ曲げちゃった。結局誤解も解けてないし、仕方ない、嘘でもいいから店を継ぐことにするか。約束します。なるほどくん、いいよ。この事件さえ解決するなら。それにそばどころなるほどの方が僕の名前にもマッチしてるし。そうか。よく言った、それでこそ幸宏だ。いやいや、だからおじさん、めぐみも。はい、そうかそうか、父さん嬉しいぞ。じゃあ話を聞こうかな、さゆりさん。おはよう。おはよう。なんとかして事件に関する情報を聞き出すんだ。話聞けるかな、そしたら。いやな、すっかり忘れっぽくなっちまったから、大事なことは全部さゆりさんに教えてあるんだ。大事なこと？じゃあ例えば、さゆりさん、金庫の番号は？1228。まずいよ。やった、こら、さゆりさん不用心な。なるほどくん、頭を使わないとね。すごい、 1ターンぐらいしか脳を使ってないのに。ほらほら、なるほどくん、メモメモ、1228ね。じゃあ開けてみようか。待って、調べる。あ、かわいい金庫、こら。あ、じゃあ今ダメだ、今はって。ちょっとどっか行ってもらえないかな。お、あー、これな。お、話聞けるぞ。おじさん、なんか知ってるんですか？幸宏。はい、お父さんと呼べ。お父さん、何か知ってるんですか？これあれだろ、一昨日の夜そこの湖で。そうです、そりゃ知ってるよ、見てたもん。聞かせてください、その話。やれやれ、そばのことにもそれだけ真面目になってくれるやな。これ話聞けそうだな。目撃したこと、時間は忘れたが外は暗かったし、多分夜だったと思う。夜中の12時過ぎだよな。パーンって音が聞こえてな、外を見たんだ。するともう一発パーンと。うん、しばらくするとボートが帰ってきてな、若い男が窓の外を通り過ぎていったよ。一言つぶやいてたな。なんて。あれはそう、忘れちゃった。明日の法廷までには思い出しておくよ。今聞きたかったよ、それじゃ遅いよ。あ、そういえばさっきタミオくんが来てたな。タミオくん、ほれ、お前が小さかった頃よく泣かされてた隣の子だよ。薄汚いコートを着たヒゲ面の。ああ、糸の子刑事のことか。あいつが来てな、明日裁判所に来いとさ。とりあえずこのおじさんから聞けるのはこんなところかな。まよいちゃん、そろそろ帰ろうか。そうだね。あ、ちょっと待ってね。
最後にもう一つ、ん、さゆりさん、さゆりさん、何か忘れたことないかな。 DL65 事件を忘れるな。え、今なんて言った。なるほどくん、さゆりさん、もう一度 DL65 事件を忘れるな。どういうことだ。おじさん、いや、お父さん、グー、このおじさん一体何者なんだ。なんでさゆりさん、 DL65 事件のことを、あのおじさんの正体を考えなきゃいけないな。あ、どうした。おじさん鍵かけちゃった、ドアの向こうから。あのおじさん何者なんだろう。もっと知る必要があるな。 DL65 事件のこと聞いてみるか、糸の子刑事にでも。確かに聞いてみる必要があるな。糸の子さん教えて。お、久しぶりっす。また冴えない顔してるっすな。今度はどうしたっす。ちょっと聞きたいことがあってきたんですよ。聞きたいこと。ボート屋のおじさん、ひょうたんこの公園に貸しボート屋がありますよね。ああ、明日はそこのおじさんが証人で出てくるんですよね。参ったっすね。極秘だったっすけど、刑事さん、あの人一体誰なんですか。それがわからねっす。ちょっと変わった人物で話が通じないっす。証人としての説得力が足りないと判断したから、カメラマンの大騒ぎ夏美を証人席に呼んだっす。うん、彼が一体何者か、素性その他一切謎っす。へえ、謎、怪しいな。DL6、 糸の刑事、お願いがあります。なんすか。 DL65 事件の詳細を教えてください。三剣の父親が亡くなった事件、どうもそれが今回の事件にも関係があるみたいなんです。実は自分も詳しいことは知らねっす。三剣検事から資料を読むことも禁じられてるっす。だからあんたたちも資料を見せるわけにはいかねっす。ただし DL65 事件が今回の事件に関係があると自分を納得させてくれたら考え直してもいいっす。じゃあ突きつけるしかないか。さゆりさんでいいか。なんすか、オウム。ボート屋のおじさんのオウムです。このオウム、あの事件のことを知っていたんですよ。あの事件、DL65 事件ですよ、もちろん。なんすとでしょさゆりさん、何か忘れたことないかな。 DL65 事件を忘れるな。これ怖いよな。ここ初めてやった時死ぬほどゾクッとしたもん。多分あのおじさんが教え込んだ言葉なんでしょう。しかしなぜあのおじさんが DL65 事件を。もしかしたらあのおじさん DL65 事件の関係者なのでは。そんな。分かったっす。どうやらあんたには DL65 事件の資料が必要みたいっす。この先に署の資料室があるっす。特別に入室を許可するっす。調べてみるといいっすよ。さすが糸の子刑事さん、いいのかよ。行ってみようよ資料室。三剣の過去と向き合う時が来たか。じゃあ資料室行かせてもらうか。ここ入れていいの、一般人。うわー、すごい埃。まあ何十年ぶりの資料だからな。とにかく早く探そうよ DL65 事件の資料。15年前といえば僕も三剣も9歳だ。24だ。やつが突然転校していったのが小学4年生の3学期。この事件のためだろうな。なるほどくん、分かったよ資料の場所。ありがとう。事件について知りたいこと私に話して。そのファイル取ってくるから。じゃあ話してみようか。事件概要、そうだね、概要と。あったあった、はい、これ。2001年12月28日、ちょうど15年前のあさって、あと2日で時効ってことか。事件は地方裁判所のエレベーター内で発生した。地方裁判所、地方裁判所って私たちがいつも裁判をしているところ。そうだね。この日の午後2時頃、大きな地震が発生した。裁判所の建物は一部倒壊して全館が停電した。うわー、すごい地震だったんだね。その際停止したエレベーターの中に3人の人間が閉じ込められた。彼らがエレベーターから救出されるまで約5時間かかった。エレベーター内は極度の酸欠状態で生存者は意識がなかった。生存者3名のうち1名が心臓に銃弾を撃ち込まれて死んでいた。亡くなっていたのは三剣健二のお父さんだよね。なるほど。
目の前で父親を撃たれたと言っていたから、もう一人は三剣玲治自身なのだろうな。被害者のデータ、被害者、三剣のお父さんのデータはある？待ってね。被害者と、あった、これこれ。三剣真35歳弁護士、生きていれば今年50歳。なんか真面目そうだな。午後の法廷で敗訴した帰り、負けたんだ。子息の玲治とエレベーターに。玲治ってあいつだよ、もちろん。お父さんと一緒にエレベーターに乗ったんだ。それで死んじゃったんだね。弾丸の入射角度その、だから自殺ではありえない。凶器のピストルはエレベーターの中から発射されたエレベーターの中から発見されたと。ピストルは2発撃たれていた。2発。なんか今回の事件とどことなく似ているな。容疑者のデータあるかな。ああ、私のお母さんが霊媒で逮捕させた人だね。ちょっと待ってね、これかな。容疑者として逮捕されたのはハイネ・コウタロウ、裁判所の、係官、羽交い締めにする係の人だね。エレベーターに閉じ込められた3人目の男か。そりゃこいつしかいないよね、犯人。でもこいつは無罪になっている。弁護をしたのは、生倉弁護士。生倉って今回の事件の被害者だよね。そういうこと。容疑者のハイネは極度の酸欠状態で脳にダメージを受けて記憶を失っていた、無罪になった後ぷっつりと姿を消している。ハイネさんどこへ行っちゃったのかな。意外に近くにいたりしてな。なるほどね。この事件が三剣にどんな影響を与えたのかはわからないけど、大体事件の内容はわかったかな。なるほどくん、このファイル持ってくの？無理だよ、こんなにあるのに。そうだね。とりあえず必要そうな情報だけ。事件の資料ペロッと、まあ抜粋して持っていったってことかな。よし、とりあえず集められる情報はこんなところだろう。あとは明日、あのお父さんがどう出るかだな。長寿庵を継ぐしかないな。はい、ということで、それではまた次回、次は法廷パートですね。よろしくお願いします。